皆様こんにちは。こちらは草津ジャンクションを見られる場所です。今日は西日本最大の駐車スペースを有する草津パーキングエリアを散策し、複雑な構造を確認したいと思います。草津パーキングエリアはウェルカムゲートがあるので、私のような一般人でも入ることができます。草津パーキングエリアにはジャンクションが併設しています。草津ジャンクションのことですが、名神高速道路と新名神高速道路が合流分岐します。京都大阪方面から名古屋方面に行かれる方は、ここから新名神高速道路に行くのが普通であると思います。大きな橋桁を見ることができます。そして草津田中ミンターもあります。ここから名神新名神高速道路に乗ることができます。さて、最初に下りの草津パーキングエリアに行きたいと思います。パーキングエリア利用者のために有料駐車場が設置されています。ただ確か1時間までは無料ということでしたので、パーキングエリアを利用するということにおいて何の支障もないと思います。ここがウェルカムゲートです。パーキングエリアの案内が書かれています。和風ですね。この階段を降りると下りの草津パーキングエリアなのですが、いきなり喫煙所がありました。私はタバコを吸わないのであまりいい気がしないのですが、幸いにもタバコを吸っている人がほとんどいないので安心です。まずは下りの草津パーキングエリアの中心をなす建物を見ていきます。コンビニがありまして、横にはもてなす草津があります。ここで飲食やショッピングをすることができます。モダンな和ともいえる外観です。お土産コーナーを確認しましたが、北陸や中京方面のものが多くありました。買い忘れた方はここでお求めください。また三井寺力餅という餅も販売されていました。きな粉をふんだんに使った美味しい滋賀の銘菓ですので、こちらもぜひ。ここに飛び出し坊やが書かれていました。実は飛び出し坊やの発祥地は滋賀県なのですが、皆様ご存知でしたか？伝統も風情を感じることができます。先ほど降りてきた階段付近に戻ってきました。そのすぐ近くに道標が設置されています。実は草津は宿場町で、中山道と東海道の合流点分岐点として非常に賑わいました。今も交通の要所として発展しています。これは中山道と東海道の合流点分岐点付近に設置されている追分道標を真似たものです。右中山道、左東海道と書かれていますが、地元民の私は少し違和感を覚えました。というのも、本物の追分道標と比べると方角が逆に書かれているからです。これは私の推測になりますが、おそらく名古屋方面から京都大阪方面へと見ると、右が中山道になり左が東海道になるのだと思います。さて、少し進んでみますと EV の充電スタンドがあります。さらにその近くにはシャワーステーションがあります。10分間で200円だということです。マッサージ機は無料だということです。草津パーキングエリアは車中泊、仮眠をするにはもってこいの場所です。その横には自販機コーナーとお手洗いがあります。さらに注目すべきはガソリンスタンドがあるということです。実はもともとは大津サービスエリアにガソリンスタンドがあったのですが、京滋バイパス利用者が不便を強いられている状況を改善しようと、2008年に大津サービスエリアから移転されたのです。次に上りの草津パーキングエリアに行きます。実は上りのパーキングエリアが見どころであります。非常に珍しい構造となっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。ウェルカムゲート付近に到着です。こちらの駐車場は無料のようです。ここから入っていきます。案内板が設置されていますが、下りと比べると少し洋を感じますね。入ると早速道標がありました。下りにあったものとほぼ同じで、追分道標を真似たものです。ここには右東海道、左中山道と書かれています。下りとは異なり、追分道標と同じ向きが書かれていることになります。やはり上りは名古屋方面となりますので、
京都大阪方面から名古屋方面へと見ると道標がこのように書かれるということでしょうね。中心をなす建物を見ていきます。コンビニがあり、横には瓦を使った建物があります。こちらはまさに和風の建物であります。宿場町の建物をイメージしてのことでしょう。お土産コーナーを確認すると京都のお土産が多くありました。京都でお土産を買うのを失念してしまったという方はこちらでお買い求めください。そしてお手洗いがありますが、ツバメの巣が目立ちました。そしてここを越えるとシャワーステーションがあります。下りと同様です。そして EV の充電スタンドがあります。上りの草津パーキングエリアはここまでと言いたいところですが、これだけではありません。実はここまでが第一パーキングエリアでした。ここからは第二パーキングエリアに移動したいと思います。第二パーキングエリアに行くには数百メートルほど歩かねばなりません。ということで歩いていきます。私は自動車がないので歩いていくわけですが、自動車があるという方は歩かずに自動車に乗って行くべきでしょう。というかパーキングエリア利用者のほぼほぼ全員は自動車に乗っていきますよね。ここを歩いているとあたかも高速道路を歩いている気分になります。そしてここから草津市になります。実は上りの草津第一パーキングエリアの立地は大津市なのです。これも理由がありますので後ほど説明しますね。はい、第二パーキングエリアに到着です。ガソリンスタンドがあります。奥には自動販売機コーナーとお手洗いがありました。すでに皆様お察しだと思いますが、第二パーキングエリアにウェルカムゲートから入った地元民が行く必要性は夢見出せません。ウェルカムゲートを利用して上りの草津パーキングエリアを利用するという方はどうぞご注意くださいませ。ちなみに第二パーキングエリアには当然ですがウェルカムゲートは設置されていませんが、関係者入り口たるものは設置されていました。さて最後になぜ草津パーキングエリアの構造が複雑なのか説明していきます。まずこちらは1990年に撮影された草津パーキングエリア付近の衛星写真です。見ての通り名古屋方面の上りは今の第二パーキングエリア、大阪方面の下りは今のシャワーやガソリンスタンドがある場所のみが存在しています。すなわちパーキングエリアが今の半分の大きさだったわけです。また草津田中インターもありません。続いて2000年に撮影された衛星写真です。草津パーキングエリアの上り下りともに今と同規模になっていることがわかります。ではこの間に何があったのでしょうか。調べていきますと1996年の名神瀬田東インターから立東インターの6車線化がキーであることが分かってきました。6車線化の工事と並行してなんと草津パーキングエリアの拡張工事も行われていたのです。そして6車線化が実現したときに草津パーキングエリアも今のような大規模な形となったわけです。ところで上り名古屋方面の草津パーキングエリアはなぜ離れたところに第一パーキングエリアと第二パーキングエリアが存在するというような構造になったのでしょうか。これはあくまで私の想像ですが、1990年の衛星写真を見る限り今の第二パーキングエリア、当時のパーキングエリアのすぐ近くに住宅が隣接しているのです。それゆえパーキングエリアをそのまま拡張することはできなかったのでしょう。そうして考え出された末、少し離れた場所、すなわち
市をまたいで大津市にあたる場所に第一パーキングエリアを設置するという判断になったのだろうと思います。その後は2005年に草津田中見インター、2008年に新名神高速道路と接続する草津ジャンクションが併設され、草津パーキングエリア界隈はさらに複雑な構造となってしまいました。ということで今日は複雑な構造となっている草津パーキングエリアを紹介しました。今日はここまでです。皆様ごきげんよう。